はい、どうぞ。はい、3名プラス1000人の確保としての4条の何を持ってるんですか。を展開する。あ、展開しなさいってやつですね。さあ 3A プラス2の4乗だけど、さっき A たす B の4乗だったら、はい、どうなった。4C0 かな。で、A の0乗、B の4乗足す 4C1 の A の1乗プラス A かける B の3乗、うん、プラス 4C2、うん、A の1乗、B の1乗、うん、4C3、A の3乗、B、うん、B の1乗、そして 4C4、A の4乗、B の0乗というふうになりました。したら、その A のところに 3A を入れればよくて、B のところに2を入れればいいんじゃないかな。で、あとは入れていけばそんなに難しくないのかな。だから A のところに 3A を入れて、B のところに2を入れていけばいいわけです。さっき言ったように 4C0 は、1です。そして、この 4C1 はもちろん1なんですが、B の0乗っていうのも1ということで、あとは入れていきます。よろしいですね。はい、見てください、問題、はい。X プラス、2Y プラス、3Z。何乗 ?6 乗ですね。で、これの何を持ってるの？ XY2 乗、Z3 乗の係数を求めなさいという問題です。さあ、3つになりました。で、これでですね、確率を知ってる人、場合の数を知ってる人のは簡単なんですが、これどこなのかというと、X を1個、Y を2個、Z を3個ということですね。だから、まあ、少なくとも6回だから、さっきの理論で6個文字がある。1、2、3、4、5、6、6個あるわけね。その6個の中に、X はどこ取ってもいいでしょ。まず最初はね。約読だね。X はどこ取ってもいい。だからこれの言葉の表記を 6C1 というふうに言うんですね。 6C1 と言います。で、その次に Y を2個取っていきます。でも、もう X が取っちゃったから、あ、X も取っちゃってますから、もう Y は残りの5個から取るしかありません。だから 5C2 と書きます。で、Y の引きですね、はい。で、次に、あ、すいません、 2Y に引きます。今度 2Y なんです。危ない危ない。 2Y の事乗と言います。はい。で、残ったのはもう3個のうちの3個を取ることになるので、まあ書かない人も多いんですけど、僕は書きます。そしたらこれが 3Z の3乗となります。そしたらこれを計算すると係数が出てきます。で、問題はいろいろな参考書の表記の中に、この 6C1×5C2×3C3 のことをこう書く人がいます。6階乗、これ階乗と言います。そこから知らない人多いと思うからね、説明しますよ。2階乗、3階乗、このびっくりマークのことを6階乗と書きます。階乗、別に皆書ける、それぞれ書けてる、皆勤賞も書いてるので、全部皆勤賞だから全部って言ったから階乗です。あ、それと皆さん言っておきますけど、もし高校に入ったら皆勤賞になったら表彰されます。卒業式12年皆勤、まあ、学校によってないんですけど、大体そういうのあります。頑張ってください。で、これで解禁の回で会場を常にかけていくということで、6から1までかけるといいます。これ6会場って6、5、4、3、2、1で、まあ、要するに、6、5、4、あ、これ何も書いてませんけど、かけてますからね、はい、こうです。さあ、これ1会場はただ1だけです。これ2会場は 2×1 です。3会場は 3×2×1 でございます。こうなっております。で、大体分かってきたと思いますけど、 6C1 というのは1分の6でしたね。で、 5C2 は 5×4 の 2×1 でしたね。 3C3 は 3×2×1 の 3×2×1 でございます。要するにこれをドッキングしたのがこれだということです。です。そうですね、これ6161入ってますね。 5421 入ってますね。 3×2×1×3×2×1 入ってますね。だからこういうふうに書いてあることがありますが、なかなか最初は理解ができないときは、この C を書いてあった方がいいでしょう。こういうふうになっています。ただ回答はこういうふうになっているケースが多いです。さあ、ちょっと話早かったけど分かりましたか？ですね。この、じゃあちょっと注意書きの説明をちょっと書いて、注意ください。はい。
ました。はい。何畳？6畳の、はい、定数項の定数項を求めなさい。まあ手強い人は定数項が分かってない人がいますからね。定数項っていうのは最後の x2 乗 x3 x3 乗 x2 乗 x1 乗で最後数字になっているのは定数項ですね。でこれをですね一応説明します。でもこれはですねいい勉強になります。指数の勉強です。これをこう変形できることは分かりますか？はい、分かんない人手挙げて。はい、そうですね、分かんないです。で、そこで、これはちょっとまた勉強に入ります。勉強に入ります。勉強はこういう勉強です。ここに入ります。2の2乗かける2の3乗は、はい、まあ、しつこいけど、はい、2の何乗。はい、2の2足す3で2の5乗。掛け算は足したんですね。割り算は。そうですね、2の2乗割る2の2乗は、はい、名誉挽回、はい、1 0じゃないんですか？0じゃない、はい、2の2引く2の0乗で1ですね、はい、そうです。割り算引き算ですね。はい、じゃあ君引こう。2の2乗割る2の3乗はマイナスの1乗マイナスの4乗ですね。落ち着けよ。まず子供の心でいこう。子供の心でいくとこうだね。あ、そうだ、すいません、見えないですよ。こうだよね。で、こうするよね。2分の1。そうだね。まあ、今までから嘘っぱちばっかり言ってたね。2分の1だね。だよね。でも、割り算が引き算だから、2の2引く3は、2のマイナス。1乗だね。1乗。が2分の1なんです。3はなんです。2のマイナス1乗、2分の1です。見えました？大丈夫ですね。で、さっきのルールで、2の2乗の3乗は、2の5乗。2の嘘で。2の6乗。そうですよね。2の2乗が3つですよね。だから2の6乗ですね。ちょっと怖くなりましたね。じゃあ2のマイナス3乗はってなった時に、これは工夫があります。2、3が6というふうになったから、これも3とマイナス1と分離ができます。で、8のマイナス1だから8分の1です。すいませんね。多分見えてないですね。これ。もう一回上でいきますね。あ、でもこのルールブック見てください。あとで。とりあえずこうです。で、まあ、一応、多分見えてないです。カメラ映ってません。君の頭で。だけど、いいです。まあ、いいですね。でも、これ、こういうルールブックのもとを今日学べばすごくおいしいです。で、そうなるとこのマイナス1、わかりましたね。x 分の1だから、x のマイナス1をですね。いいですか？そう、これいいですね。これでこの変換がわかりました。わかりましたね。そしたら、その次です。これ6個かけるでしょ。6個玉があります。じゃあ6個あったら、じゃあこれを3個取ったらこれ何個ですか？これを3個取ったらこれ何個取りますか？あ、君。これを3回入れたら、あとこれ何回か。3回ですね。これ4回だったら2回ですね。M 回だったら、ああ、さすがですね。その辺はさすが非常に分かってますな。こういうことですね。ってことは、これは 2x 次乗を M 個。6、すみません、6引くみたいですよね。ちょっとね、これは本当大変ですよ。これを6引く M 個かけるとしましょう。ですね。そしたらそこでですね、2x 次乗を、ちょっと言いますよ。1個かけたら、x 次乗ですね。2は除きますよね。ちょっと2は除きます。じゃあ 2x 次乗を2個かけたら、どうなります？ 2 回かけたら。ああ、まあ一応こうしましょう。何言って。2x 次乗を2回かけた。4x 何？ 4 乗だな。これを2回かけた。わかるね。わかる？ 2x 乗。したら、2x 乗を3回かけたら。8x 何？ 6 乗だね。したら、2x 乗を m 個かけたら。
まあ、じゃあ2を除きましょう。X 次乗4個かけたら X 次乗が3個で6、 X 次乗が2個で4、 X 次乗が1個で2、 X 次乗が M だったら、だから 2M になりそうな気がしますから、わかります？ 2M ですね。これ難しいけどわかりますですね。 2M ですね。そしたらこれで X 次乗が M 個だから、これは 2M 個、 2M ですよね。でこれは X マイナス1乗が1個だったらマイナス、あ、X のマイナス1、 X のマイナス2が2個だったら、あ、すいませんすいません、さっき忘れてます。X のマイナス2ですね。わかります？これが1個かけたら X のマイナス1でしょ。これが2個だったら X のマイナス2。わかりますね。そしたら X マイナス1が6引く M 個だったら、ん？おお、だからマイナス6引く。おお、わかりましたね。ついてきてます？こうですね。ということはこれはマイナス6引く M だと。で、掛け算は何算でした？足し算だから、これとこれを足したら、定数項は0乗。で、早いよね。ちょっとスピード速かったけど。わかります？だからどういうことかって、これを M 個、これを6引く M 個取ったら、X の数は 2M とこれになります。で、それを足して、定数項っていうのは、例えば、まあ、例えば、X 次乗マイナス 3X プラス2みたいなもんだから、こういうやつだから、ここは x の0乗っていうのがあるんですよね。1年ですから。だから0というふうにしてるんです。もう大変やね。頭難しいやろ。もう相当論理の積み重ねてるよね。で、これを解くと 3m イコール6で m は2となります。ということは、ここまで来ますと、要するにこれが2個で、これが4個だということになりますね。そうですね。これが2個でこれが4個。したら、そうでしょう。x 次乗が2個で x4 乗。これマイナス1が4個でマイナス4乗だからちょうど消えるんです。早かった。もう一度いくよ。今、あなたは、とりあえずこれを m 個6引く m 個取るとしました。で、x 次乗 m 個取ると2m 個 x があります。で、x のマイナス1乗を6引く m 個取るとマイナス6引く m 個。でそれとそれを足したら0になるのが定数項でございます。で、それを実際解いてみました。2m 引く引く m で 3m で引く6だから6で移行してこうなりました。で、m は2と出ました。2と出ることはこれが2個でこれが4個だということです。そしたらこれが2個だから2人が4。これ 4×1 マイナス1でマイナス4。ということはマイナス4乗と4だから、掛け算だから約分できるんで、定数項だと。難しいよね。まあまたしますけどね。で一応暫定で、今僕は時間をしてるので少し焦ってるんですが、まあ一応この回答はどうなるかというと、それだけ言いますと、これでこれが2個で分かりましたんで、 6C2 の 2X 次乗の2個、 4C4 のマイナスこれの4個というのを計算すれば OK だということになります。だからこの個数から学ばないかったんですけど、君分かった。君が分かったら分かったって言ってみましょう。ああ、どっから分かんない言って。ああ、分かんない。ちょっと早く。はい。ここから分かんない。ここから。はい、そうだよね。ここは、ゼロになるところが分かんないんだよな。はい、定数項というものは、X という文字がないってことですよね。だから、定数項ってこうなってる。で、多分ここには、こういうのもあるんだよ、きっと。x 3乗3乗があって、約分されて、こうなってるのも2になってる可能性もあるわけですね。ということは、ともかく x の0乗になってないといけないの分かりますか、はい、そしたら今、これを m 個とこれを6引く m 個かけたら、その m 個、これ m 個と6引く m 個を足しただけ、まあ、例えばこれが、そうだな。例えば
X 事乗がちょっと色変えますよ。これが、3個ありました。そしたら X も6乗でしょ。でこれが3個になりますよね。そしたら X もマイナス3乗でしょ。そしたらこれ X も3乗になりません、かけた。だから 6-3 で3になったでしょ。だから 2M 引くこれで 2M 足すこれだから、6足すマイナス3、6足すマイナス3だから 2M 足すこれマイナスこれが0になります。そしたら M の値は2だと。ってことはあとは今までやってきたことをやって2と4といけばいいだと。分かった。いいですか。